はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。はい、今回は酒呑童子だっけ、これでいいんだっけ呼び方がよくわかんないんでね、確かそんなんだった気がします。浜松に僕行くとか言ってたんですけど、友達が泊まりに来てて朝まで生放送しちゃって、でまあ行くかってことになったら結局行かなくてよかったよね。あれノエルのために動くね僕ではないのでちょっとね、あの降臨の方がねいろいろあったみたいで、まあちょっとガイアドラゴンはね、あのぜひ現地に行く方にねちょっと連れてってもらえたらいいのかなと、いいなと思ってるんですけど、ちょっとゼウスドラゴンはもう無理、取れない、残念ということで降臨行きます。7×6 ってことでアルテミスでももちろん行くんですけど、レッツパがね難しいかなと思って 2way にしました。マキナはまあ操作時間的に必要でしょうということですね。でこのソニアに指つけてほしいんだよな、指じゃなくともなんかさ、なんか物足りないんだよね、なんだろう、まあまあまあ文句も言えないんだけど、なんかもうちょっと欲しいなって思うんですよね。星7系が全員進化していくならね、昨夜みたいに、クリスマス昨夜みたいに今年の夏は期待したいですね。さあ行きましょう行きましょう。あ、タッチペン届きました。で届いた瞬間になくしたと思われてるタッチペンが見つかりました。最悪です。ジンの方がいいかもね、フレンドは今回。よし、ちょっとね動かすときにシャカシャカ言うんですよね、このタッチペン。だからパズル操作中にシャカシャカ聞こえるかもしれませんが、歯磨きをしてるわけではありません。さあ行きましょう。広いなぁ、危ないです危ないです。そう、封印耐性が欲しいんだこの辺。うん、まあマキナはもうこれ以上求めないから、この辺にね、まあシーフも十分強いから、進化してね封印耐性と、あと何だろう、何が欲しいかな。バインド耐性はさすがにつかんと思うから、なんかもうちょっとね列もう一個とか欲しいんですよね。じゃあ行きましょう。あ、これランダムかな、ランダムなのか固定なのかね。神秘の仮面がなんか一体だけいるのがすごい違和感があって、ちょっとランダム説もありますね。さあさあ貫通していってください。 OK、 お前らの方が硬いんかい違和感ありますよね。水消さない方がいいか、取っておいて、まあ、木の全体とかでここは倒していけたらいいと思います。一応消そう、多分これで倒せるんで、まあ、水は最悪ね1コンボ分あればいいんで、これでとりあえず1回は大丈夫かなと思います。 OK、 何階層、2階、え、2階層なわけね、7階層か。おっとゲヒャハ右に飛んでいきませんでしたけどあ、そうか、遅延耐性ついてんのか。じゃあたまたまこっちが3以下だったんだね。なるほどなるほど。ゲヒャハは絶対に1はあったはずなんで、あの闇の家具土って、家具土は闇2人いるんだけど、覚醒家具土は0の時もあるんでね、飛んでこない時もあるんですけど、今回はスキル遅延耐性が生きたということですね。であとプラス10倍なんで、おっとサスケさん、何を言ったか分かんなかったけど、お邪魔が降ってきます。そうプラス10倍なんで、今回もボスはゲットできません。非常に悲しい。スキル使わなくていいよねまだ、まあ、ファミリーみたいなもんやし四つ消しになってなかったし、お邪魔の落ち込ん。あ、でもこのお邪魔率だとヘルメスほどではないですね。ありがとう君とアリエル。じゃあこのままウェイをこうね作らせていただいて、ありがたく突破させていただきましょう。まあ、体力8万もあるんで、よほどじゃない限りは先生ね耐えれるんで、まあ普通に進んでても大丈夫でしょう。あとは封印がまたあるんだったら怖い。うわ、出た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 、何このタマドラフロア、マジか。シーフが完全バインド耐性になったの今回役立ちましたね。シーフでバインド回復します。
そう、まあこういうことができるんで、盤面に回復さえあればシーフは全然バインド回復要因として使えると思います。あ、なんか HP 少なくない？超地獄だよね。なんかあれかな、ちょっとこの組み合わせはさすがにやばいと思ってガンホーさん側も HP を低くしましたかな。それか高いのは闘技場だけとかそんな感じですかね。貫通しません。あと10万ぐらいだったのに。よしよし、まあ特にアマテラスタマドラも強くなさそうなんで、このままゆっくり殴っていきましょう。おいおいおいお邪魔。ちょっと回復力もね、まだ追いついてないんで回復したいです。なんか真ん中ちょっと硬い気もする。回復しながらお邪魔をとりあえず全部消してしまう。あーあーああ、なんでお邪魔消すことすらね、お邪魔消すことすらフラグを立てていくんですよね。こんな消す必要ないけどさ。じゃあまあ陣使って消しましょうか、お邪魔は。あーでもボスはどうだろう、陣テミス使った方がいい気もしますね。あ、まだ遠いな。うわ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 、コンボ吸収か。ここで一回じゃあいいですか、アルテミス使っちゃって。フレンドさん溜まってるんで、ここで一回使って回復しながらね、倒しましょうこの人。それで一旦 HP を安全なとこまで持っていっておきたいですね。ずれました。はいはいはい、そうかそうか、 7×6 なんで全部消せたりすると目覚めがだいぶ期待できますね。じゃあボスはソニアでいきましょう。ここでだからアルテミス使って目覚めを取っておく作戦がいい。7コンボ7コンボ8コンボ組めと。なるほど、まだ溜まってないんでね、こっちは。じゃあ使いましょうか、アルテミスでなんとかなればいいですけどね。水を汲んででしょ、しかもなおかつ操作時間が決して短いわけではないんだが、決して長いわけでもないので、まあ、こんなもんでしょうか。いいねいいね、素晴らしいね、いい感じやね。 OK、 あとはヨミさんがワンパンできれば OK ですね。これでヨミもね、両方出揃ったね。あとは覚醒か。覚醒なんて出てきたら困るけどね。ヤマトタケルイコールドラゴンとかそういうので出てきそうですけど。無効化、しかも根性めちゃくちゃやなお前。ちょ、一旦じゃあ適当に消しますか。シーフ使ってきゃまあ大丈夫でしょ。シーフ使って水にだけしといて、無効化なんで回復だけ消して、こら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 オッケーオッケー、ゴー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 。もう何なんですかね、あなた。ちょっと倒しに行くやってみるか。ちょっとシーフ張っとるしな、大丈夫やろ。逆にこの覚醒ないのがこう表に出て根性をちょうど消せるとかね、そういうのありそうなんで、これどうやって分割したらいいんだろう。3333みたいな感じだよね。じゃあひたすら並べましょう。もうひたすらじゃあ3に分けます。ひたすら3つずつ分けていく作戦。はい、無理でした。あ、いいんじゃない。でもそこで落ちる、降ってくる、水も消える。これ火力出るの火力出るんですかこれ、果たして。おおおお、根性までいったよ。怖い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 。あ、絶対やばいね絶対やばかったね。ということで水の1コンボで死んでもらいましょう。ありがとうございました。よし、なるほどなるほど、ボスがちょっとめんどくさいですね。あとはそうだね、タマドラがいるんで全体にバインド耐性とか、あと指が少ないと読みとかきついよって感じでしょうか。初ゲットでございます、アマテラス狼タマドラからのこのちょっとなんだろう、ちょっとリアルにベリアル変えてみたみたいな人ですね。はい、強いんだよスキルが普通にね。これもうお前は北欧神だったんではないだろうかっていうぐらい強いですね。ありがとうございました。
ということで、まだ僕もダンジョンデータを見たわけではないのであまり言えませんけど、まあ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 、まあ根性調整するのがめんどくさいという方は多分こういうアルテミスとかにシーフ入れてね耐えるのがいいのかなと思います。シーフ使って4万だったんで相当強いと思います。20万ぐらいあるのかな、だから。ということで以上ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。